ーサー内田理央のレコメンフライデー。どんなお話しされるんですか、うん、何今これが好きとかってあります、ね、今でも、あ、でもそれぞれなんかこうその時々、今マサとキャンプが好きだったりとか、あ、はい、おお、あ、好きですか、あのゆるキャンっていうアニメが好きで、これから入られてるんですね。ちょっと笑わないで、ね、ちょっとキャンプはあんま行かないけど、ゆるキャン憧れはすごくあるけど、ゆるキャンは僕ちょっと通ってないです。すいません。けどもキャンプされるんですか。あ、そうなんです。今年あの流行り、あ、ハマり始めたんですけど、今年から。そうなんです、でもあのようやくマイギアをちょっと集め始めて、すごい、はい、本格的だ。ハマったね、ハマったらもうどんどんね、うん、終わりがないから。でもしかもおしゃれなんですね、最近のキャンプが。そっか、なんでなんかちょっとコレクター気質があるんで、なんかすごい楽しいですね、集めるだけでも。じゃあアウトドアな性格なんですか。な方なんですね。あ、そうだと思う。結構休みの日はなんかちゃんとこう予定をは見て、あの、行かれてますね、いろんなところに。ここは何の予定も入れないでください。おもう LINE も返ってこないですね。そんなに、たまにフライトモードします。フライトモード、あの、連絡来ない、連絡来ないように。すごい、ね、じゃあオンオフめっちゃしっかりされる。それはソロキャンなんですか。あ、ソロキャンもあのちょっと今年の目標だったんですけど、初めて行ってきました。お、はい、すごい充実してますね。でもじゃあ3人でというわけではなく、はい、他の方はそれぞれまた別の、うん、ね、そうです ね、 ね、僕はもう本当にあの何も趣味がなくて。そうなんですか。そうなんです、本当に家にって最近ちょっと掃除が本当に好きで。それはとってもいいことですね。お掃除が趣味、あの重曹の濡れシートみたいなのが100均に売ってるんですけど、それでこう洗面台とかをこうピカピカにして写真撮ってこう友達にこう送って写真撮るレベルで。そうなんですよ、それが本当にあの唯一の趣味で。じゃあお家はめっちゃ綺麗なんですか。そうですね、多分居心地悪いぐらい、あの、何にもないんですよね。え、それ例えばお友達とかが来て、はい、じゃあちょっとなんか、あ、そこをスリッパで乗らないでよみたいな、なんかそういうのってあるんですか。あの、言わないんですけど、はい、あの、もう一回マサトも、あ、あの、はい、来てくれて、はい、で今ちょっと引っ越しの時に手伝ってくれたんですけど、あの、二人に言ってるんですけど、本当帰った後にめちゃめちゃ磨きましたね。失礼な、あの、汚いと思ってないです。そうなんですよ、汚いと思ってないですよね。やってきたけど、そこはもうなんかちょっと気になっちゃうんですよね。面白い、ね、若干潔癖気味なんですかね。もしかしたらそうなんですよね、はい、ちょっとそういった状況です、ね、じゃあ三者三様なのか。面白い。レイさんは、レイさんはこれが好きとかあります。最近僕最近、ね、レコードに興味を持ち始めて、というのも、うん、なんかその若い時からあのおじいちゃんになってもモテる趣味を持ちたいなと思って、うんうん、何かないかなと思った時に、あ、レコードいいんじゃないかと思って、今そのレコード部分もまた来てるんで、はい、なんかそれにまあ乗っかってじゃないですけど、うんうん、そう、今ちょっと休みの日あったらそれこそレコード屋さんに行って、はい、レコード見てみたいな、はい、全然詳しくはないんですけど、はい、そうです、今はとりあえず片っ端からこうレコードを探ってるのが今いいですね。いいですね。私も最近その、うん、結構好きなアニメとかゲームでもレコードで出たりするので、うん、あの紙ジャケットがいいんですよね。そうなんです。そう、ジャケットが欲しくて。所有者ごめんなさい、キャンプには行ってないです。勇敢で繋がってた、うん、繋がってましたね。今そこで、うん、やっぱ所有してる感じがありますよね。あります。あのレコードプレイヤーっていうんですか、うんうん、あれで聞いたりもするんですか。そうです、そうです、そこに入れて、もう何でも最初はね、なんかね、松田さんも聞いてるんですか、うん、一応なんか飾るだけではなく、はい、本当にでも私は簡単なというか、そんなすごい大層なものはまだ揃えられてないんですけど、うんうん、私もレコードを お部屋に飾ってるんですけど、プレイヤーがなくて聞けてないんですよ。どんな曲が入ってるかをパッケージで買っちゃって、ジャケ買いしちゃって、ジャケ買いも結構皆さんよくされるらしいんですよ、うんうん、だからそれも正解だと思います。聞かなきゃっていつか買おうって確かにもう数年が経っております。そうなりますよね、はい、でもいつでも、ね、プレイヤー会話聞けるし。そうですね、文化放送内田理央のレコメンフライデー。